1月4日第2弾博物企画イエーイ錦の中心で愛を叫びます。東京で行ってみた博物企画マジでめっちゃ ここにお酒入ってますってアルコール注入済みで、まあまあ今日はこれからあのドンキホーテいろいろ買い物あるんで、まあ、みんなで行ってみる&二十歳の入ったばっかのカメラマンの心を絶対につかむぞ、ドンキホーテ企画社会のど真ん中やらドンキホーテ、まあ、そこでみんなで行きながら、まあ、お前ら財布持っていいか、そう、ありがとうございます。プレゼントを買ったんです。お前財布持ってねえんだっけ。いや、今から行ってみましょう。じゃあ、ミシン何も分かんない。何も時間ないだろ、時間ないだろ、時間ないだったら5000パッキン、パッキン、お姉ちゃん、こうだあるっすよ、ミチェクあるっすよ。シンデレラ、シンデレラ、置いてこ。何が何だか分かんない。そもそも好みが分かんない。何が欲しい。何が欲しいか。肩とかコナン。コナン。次はこうやって肩これしか伸びないからさ、肩。マッサージしていいですか。いやだ。マッサージしていいですか。なんか危険を感じたわ今。これがプレゼントかもしれない。ちょうど正解がじゃない2000円やん。ほんとさ、俺めっちゃいいのあった。俺もう多分決まったほとんど。俺もいいかよ東京。いや俺もうほとんど決まったよ。ちょっと見に行っていいですか。エスカートするのちょうどいいかな。何が好きなの。自分はもう下で決定した。写真でいいかな。メイクポジティブは好き。こうするか。つけます。つけてないよ。つけるよ。つけます。あ、仕事中はつけんだけ。あ、今日もちょっとつけた。つけた。そんななんかガッツリニュースですとか、みんながつけてるようなニュースつけないです。あ、ということもう本当自分が好きなニュースしかつけないよ。パジンタイム使う？パジンタイム。パジンタイム。パーソナルタイム。待って待って。よーい。待ってこれどうやってやるの？いいで、10分以上でもいいよ。パーソナルタイム。どういう匂いが好き？どういう匂いか。香水使ったの？固形石鹸しか使ったことないよ。さっぱりな匂いがいいか。さっぱりな匂い。それ絶対男じゃん。じゃあこれマジでこれ本当に匂いしい。それ男。めっちゃ匂いがいい。めっちゃ匂いしい。男だったらいい。男だったらいい。お、あと2、3分。うん、これめっちゃいい。どう？匂いしなくないですか？いいよ。いいよ、鼻出しで。いやだよ。あと2分。食べちゃった。分かんだな。分からん。分からん。分からんくらい？うん、あんま、分からん。待てよ。あと1分。待てよ。ほら。果実酒や。果実系だね。でもこれ最後のが一番いいんだよ。最後の？そうでしょ。最後また決まった。もうちょうど5分。はい。なんか買ってこい。僕これ。もうお前ら負けてんじゃないの？僕は負けないですよ。この回にないですよね。僕もないじゃない。じゃないだけどプレゼントだけが女の心を掴む負けじゃないじゃん。な、これみんなでおる時ももちろんポイントか加点だし。僕あの1階の駄菓子行くんです。駄菓子？そっち？ネタバラシ。いやまあいいとし。取ったらね、こういうのは何でも買えるんで。まあ、そうです。ああ、なるほどね。お前は作戦なの？いや、もう生活必需品。生活必需品なんだそれ。そういう地味なやつおるわ。いや、一番何が喜ぶって、やっぱ使ってるものを使ってる方が喜ぶ。ああああそれおばあちゃんの感想。お、個人タイムよ。個人タイム。じゃあタイムスタートするぞ。よーい。個人タイムよーい。スタート。来ちゃった。普段どんなの使ってるんですか？どんなの使ってるか。基本 Mac なんですけど。マクドナルド。違うね。ちょっとチャレンジしたいなっていう化粧品とかあるんですか？普段使ってるけど、それも使ってるけど、それも何使いたいな。どうせプレゼントなんで、あの使えないなと思って。なんかこれっていうのないんですよね、別に。あ、そうなの？なんか慣れたやつしか使わないんですよね。美意識高い系ですか？全然。マジ普段化粧したくないです、なんなら。メイクアートのケアとか。ああ、パックとか。
夜寝るよとか、起きた時とかね、化粧する前。ああ、そうですね。どこにありますかね。あ、でもこっちの方にあるじゃないですか。あのアイス化粧品いたんだな。嫁に見せようとしたんですよ。はあいつら嫁に見せようとしたんですよ。いや、人風呂、人風呂やったな。あ、でもここら辺になりそうですよね。匂いとかになってきて。でも、化粧品だとここら辺ですよね。だんだんやばいぞ。やばいぞ。まだあと3分。え、ゴチの絵ですよ。あ、ここじゃないですか。あったじゃないですか。ほら。ほら、夜、朝。どっちの方が寝入りにしたい朝ですかね。あ、でもこれめっちゃいいメーカーですよ、確か。そうなんですか。わからんすけど。わからんすけど。わからんすけど。一番困るよね。透明感か、すっぴん肌か、乾燥肌。迷いますね。すっぴんか、透明か。透明な方がいいですよ。透明で。はい、決まりました。おい、レイジ、おとなしくなってるぞ、お前。え？何、緊張してんの最後の。最後の腰痛い。締めっすね。全然緊張してない。締めだぞ、お前。一番やばいよ。全然やばくない。そう。緊張してんじゃん。全然緊張してないっす。全然緊張してない。選んだやつと、今度、二人で比較だろうな。だからそういう、なんか、喋りやすさとかも含めてのデートだな。もうああ、そういうこと。今日の人で選んだ人から。うん。と、優勝したやつと、二人で勝っていかんここ多分、駄菓子ないっすね。うん？駄菓子？量が少ないっていう駄菓子の量がこれあー、個人戦どうぞ個人戦パソダーム佐藤でしたさよならさよならさよなら僕撮りますよ。いいです、撮りますよ。ありがとうございます。僕の場合は駄菓子なんで選び放題みたいな感じ。選び放題してください。全然そうそうそう。それいいな。何が好きだかしらったら、味濃いのが好き。あ、濃いのとかめっちゃ好き。なんかこういう、なんかわかります。何ですかこれ、イカ。イカよっちゃんなんていうんですかこれ見たことない俺。いや、なんかこれ箱、こういうやつでやってるじゃないですか。あー、ボックスみたいなやつだね。そうそうそう、みたいなやつの、こう、ちっちゃいやつみたいな。何がいい。全然いいよ。お菓子よく食べる。あんま食べない。あんま食べないの。めっちゃ食べます。こういうのはめっちゃ食べます。そういうおつまみ系みたいな感じ。めっちゃ好き。ちょっとおじさんっぽいよ。美味しくないですか。あ、こういうのめっちゃ好きそう。よっちゃんじゃん、もう。もうめっちゃ美味しくないですか。イカじゃん。こういう味濃いじゃないですか。濃いね。だから好き。普通のこういうの食わなくて。食ったことあるこれ。一緒に食べたじゃないですか、今日。あ、食べたね。食べたこれ。あ、でもイカやん。イカ大好きみたいになってる。めっちゃ美味しくないですか。イカ美味しいけど、そういう時はおつまみで。これいくらか分からんすよ、私計算しない。いいよ、全然絶対安いから。これでいいです、私。それでいきますか。多分飲み物は今日喉かいちゃうかもしれんからな。そうそうそう。じゃあ、たまにはデカビタこれ気合い入れなかった。気合い入れなかった。この後もまだまだあるよ、多分長いね。あ、ドンキで買ってんの。160円でめっちゃいいよ。何を。あの、多分女の人がどれどれどれこの辺すごいっすよ。自分の嫁も今美脚効果のためにこういうの入ってる。買って出るし、うん、嫁に喜ぶぞ、はい、すごいな。ちょっとポイント上げてくるな、カメラの前で。こいつキモいな、カメラの前でポイント上げてくる。すげえじゃん、嫁にプレゼントちゃんと買ってったな。はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。帰ってきた、みんな。はい、ありがとう。それぞれ自信ある。自信ありあり。自信ありあり。まだ駄菓子だな。駄菓子。なんで？これが？僕は男のフェロモンです。男のフェロモン。男のフェロモン。コスメです。コスメ。だけどこれ、あの、言っとくけど、そのデートまで含めてだな。物だけじゃないんだな。はい、車では答え合わせでしょ。まあ車着くまで考えとけよ。はい。じゃあカメラマンさん、じゃあどういうふうに発表する？じゃあ2位って1位3位のがいい。あ、そうです。あ、2位って1位3位だ。なるほどなるほど。あ、面白い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 。じゃあ、ドゥルル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 
ちょっとなんかずっと匂いかきまくってたから言うかなみたいな、何がいいかもちょっとわからん。いや、わからずじまい。楽しかったしかない。楽しかったしかない。1位これ気になるな。気になるな。じゃーん、1位はリュウヘイ。リュウヘイ、なんで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 、リュウヘイさんは楽しかったっていうのもあるんですけど、なんかこういうの好きなんですよねとかいう話も楽しかったし、ああ、一緒に乗って、そう、それ5分間、そう、なんか、まあ、確かにこの年になってお菓子はそんな好きなだけ想像しないから、ああああ、なんかまあ、カメラやるよって、一番怖いさん、タケっすよ、タケタケ。じゃあ、何でサイなの、何でサイなの。なんかもう探しまくっとったから楽しいとかじゃなくて、物探すの必死すぎて、あ、だから実用的すぎるんだな。喋るのが楽しいとかがあんまり、あ、デートって感じじゃなかったって感じだ。じゃあ1位の感想をお願いします。いや、僕がやったことは間違ってなかったんだっていうのは、ああ、そういうことね。俺が信じてる、その世界は、はい、俺は間違ってないぞ、間違ってなかった。今度2人きりで撮影だぞ、いける。僕あの駄菓子持ってくるんだから、トラック。結構面白かった。恥ずかしかったけど、恥ずかしかったですね。皆さん、今年30万チャンネル登録、そんな話も今しながらちょっと頑張って、またいいもの作ってみますので、ぜひチャンネル、本当のチャンネル登録マジですよ。コメントなしでチャンネル登録俺なんかこれ言うだけ弱いなと思って、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。のまた見てね。